続きまして、森裕子君委員長え。生活の党の森裕子でございます、平成25年度予算の移植審査、質問をさせていただきたいと思いますが、まず質問に先立ちまして、え委員長に、えー、お伺いをしたいと思います、まあ、委員長の、えー、中立公正な円満な委員会運営に対しまして、まずもって敬意を表する次第でございます。 一昨日、裁判所定員法の改正案の審議、そして採決が予定をされておりました、しかし、委員が集まらなかったこともあって、委員会が流れてしまったわけですけれども、これに関しまして、自由民主党の溝手参議院幹事長が記者会見で、これは野党の暴力であると。 いうようよなご発言をされまし,たしかし実際は違いまして、まあ、連休明け、まあ、今、今年は選挙ですから、私自身も選挙版ですし、まあ、いろんな事情があるけれども、しかし、この参議院で法務委員会だけが開催され、内閣提出法案が審議、採決をされるということで、野党の委員は予定どおり集まっておりましたけれども、まあ、お聞きしますと、自由民主党の委員の皆さんは、 そもそも冒頭から出席する予定がなかったということがわかりまして、それで委員会がまあ流れてしまったということでございまして、これは決して野党側のおまあ暴力、審議妨害そういうものではないというふうに思いますので、その点を委員長に確認をさせていただきたいと思います。あのただいまですね、5月7日の法務委員会が休憩のまま参回になったことについて森先生から。 ご発言がございましたそれで森先生がおっしゃったように、野党の暴力だということを、与党の幹部がご発言なすったという一部の報道がされたようですが、私はあの野党の暴力であったとの認識は持っておりません。ということで、運営をさせていただきたいと思います。いい、まあ、いろいろご事情はあると思いますが 各委員におかれましても、委員会には出席をいただき、今後とも委員会の円滑な運営にご協力をいただくよう、よろしくお願いを申し上げて、<laughs> 森先生、話をす <laughs> ご発言をください。 はい、ありがとうございました。えー、質問に入らせていただきます。えー、法務省施設の現状と、えー、耐震が及び建て替えの進捗状況について、えー、伺いたいと思いますあの。皆様のお手元に資料を配布させていただきました、えー、特にあの先般補正予算のときに、えー、この建て替え、耐震化の予算というものがお幅につきまして、また、あこのあ一般会計、平成25年度一般会計予算についても、 予算が盛りり込ままれておりますで、えー、じゃあ、一体法務省の施設はどうなっているのか、あその建築年数、あるいはその建て替ええー、耐震化の状況というのは全体的にどうなっているのか、あ一度俯瞰をしてみたいと思いまして、お願いしましたが、えーまあ、まとまった資料がございませんでしたので、えー、作っていただきましたということで、えー、その資料、 を添付させていたただきました拝見させていただきますと、特に強制施設ですけれども、まあ、明治時代のものがあったりですとかね、それがあの、えー、順調に、えー、耐震化、あるいは建て替えが進んでいるというふうには思えませんので、まあ、そのところも含めて、えー、ご説明をいただければというふうに思います法務大臣官房、大場審議官、はい、お答えいたします。 法務省施設、この表にもありますように1600余りのです、ね、施設がございますが老朽化が著しいものや耐震基準に適合していないものが多数でございます、約400弱ぐらいあろうかと思いますがそういったあの老朽化が著しいものだとか耐震基準に適合していないものが多数あることによりまして大規模災害等の緊急事態の発生時には、強制施設の必収容者、検察庁や法務局の来庁者、 いや職員の生命身体への被害をもたらすという恐れがありますまた強制施設につきましては受刑者等の逃走等の重大事故の発生が懸念されるところでありますそこで、えー、平成24年度の一号補正によりまして大阪拘置所ほか45庁につきましてただいまご審議いただいております平成25年度予算案によりましては札幌刑務所ほか36庁につきまして、えー、調査設計を含めて耐震化 及び建ててて替えをを実施ししいく予定をしております森子君、えー、資料を見ていただくと分かるんですが、先ほど申し上げましたように、まあ、例えば刑務所、一番上が明治41年、M って何って思ったら明治だったと、えー、いうこともございまして、あのーえー、これを <laughs>、えー、見ますと、大変古い建物もございます。えー、その全てが、えー 調査設計中というわけでもございませんし、工事が実施中というわけでもございません、えー、もちろんその、まあ、国土強靭化ということで、あるいは、えー、減災ニューディールということで、与党の方はお勧すすすすめになると思うんですけれども、あの私は法務省として、やはりきちんと計画的に、えー、強制施設等をです、ねえー、建て替え、そして耐震化をしてい、えー、く。 そのことをです、ねえー、質問されたときに、問いかけられたときにきちんとあのこういう計画で本当はやりたいんですとプレゼンできるような状況になっていなきゃいけないと思うんですけれども、先ほど申し上げ,あげましたようにこの資料は私が頼んで整理してもらったものでございましてそういう意味で大臣からこの問題について、まあ、計画的に実施すべきではないかということでお考えをお聞かせいただきたいと思います。谷垣法務大臣 あの計画的な整備の必要というのは、森先生のおっしゃるあの通りだと思います。それで今までの、あのもちろんその明治というような古いものもあるわけですが、今までの耐震基準をあの見ますと、えー、昭和56年に大きなこの基準の変更がございまして、あのー、それ以前に建設されたあ施設については、 優先的な耐震化、また建て替えというのを急がなければならないわけでございます、それであの今、森先生からご指摘がいただきましたように、われわれもきちっとした計画を持って、当然予算を獲得しなければなりませんので、あの主計官にやっぱり納得できるようなものをわれわれも理論武装して、計画的に進まなければならないのではないかと、このように思っております。君 特に矯正、まあ、施設の建て替え、耐震化等については、えーまあ、受刑者、そして、まあ、近隣の住民。 いろんな人たちの安全という意味で重要であるというふうふに思います、であの1点だけ確認をさせていただきたいんですけれどもこの建て替え等のときにです、ね、どのような考え方でこの共生施設を作っていくのかかつては単にその刑に服させるだけということでしたけれども、まあ、処遇法等の問題もございましてもう少しその公正社会復帰と。 いう観点が入っているかと思いますのでもちろん豪華な建物は作る必要はないというふうふに思いますが、まあ、できるだけ更生、えーえー、そして社会復帰そういうところにつながるようなあのものに私はすべきではないかなというふうふに思いますあ,の、まあ私も3人子そ子供育ててきたんですけどもやっぱり人間は環境によって変わりますので、えー、どんなあ環境で、えー、暮らすのか。 ということがあの大変重要であるというふうに思いますので、えー、ぜひ大臣からそのような方針を示していただければというふうに思います谷垣法務大臣。あのー、例えばあ、少年院等、あのー、視察をいたしますと、やっぱりまだ人格形成中の、あのー、子どもたちといいますか、どういう環境で、あのー、やはり社会復帰を。 できるようにしていくかというのは極めて大事だと思います。もちろんあのこういう施設でございますから贅沢なもの、神なものというわけにはいかないことはもちろんでございますが、今あの委員のおっしゃったことも十分あの念頭において、えー、これからあの進めていくようにしたいと思います。森有功君。はい、ありがとうございました。えー、次に、えー、まあ前回。 と言いますか前からあの問題にさせていただいております、いわゆる捜査報告書の捏造事件について伺いたいと思います。えー、先般、田代元検事に対する検察審査会への申し立てについて、議決が出ました、えー、不起訴不当という議決だったというふうに思います。この案件について伺いたいと思いますけれども、田代元検事の案件は審査申し立てから何ヶ月かかりましたでしょうか。 今今崎刑事え今崎さんですすかあの最高裁事事務総局今崎刑事局刑長お答え申し上げますご指摘の事案に関しましては、報道によりますと、昨年の8月に申し立てがなされまして、え今年の4月19日に議決がなされたとされておりまして、これによりますと、審査申し立てから議決まで約8か月間を要したことになるものと承知しております森裕子君。 検察審査会の審査案件の処理期間の平均はどれくらいでしょうか。今崎刑事局長全国の検察審査会におきます、審査申し立てから議決までの期間の平均を取らせていただきます、平成24年の1年間で議決をした事件につきますと百140.1日となっております。何ヶ月って言ってたの 1> 140点1日でございますので4ヶ月と約2020 20日間ということでございます。はい、森裕子君。はい、あの平均の倍かかっているわけでございます。えー、この田代さんのお検察審査会の審査、あまりにも時間がかかったのではないか。えー、何かあ恣意的な。あ 捜査がかかったのではないかという疑いの声が国民の間から上がっているということを指摘をしておきたいと思います、えー、不規則等ということでございますので検察においてはもう一度捜査をされてるというふうに思いますけれどもどのように対応されますか法務省稲田刑事局長ご指摘のございました事件につきましては検察審査会が 本年の4月19日付で不起訴処分の一部を不当とする議決をされ4月22日にその旨公表されたものと承知しております検察審査会法第39条の5第1項第2項及び同法第41条の第2項によりますと検察審査会が検察官の控訴を提起しない処分の逃避に関し 公訴を提起しない処分を不当とする議決をした場合におきましては、して、えー、議決書の当本の送付があったときは、検察官は速やかに当該議決を参考にして、当該公訴を提起しない処分の逃避を検討した上、当該議決にかかる事件について公訴を提起し、またはこれを提起しない処分をしなければならないとされているところでございまして、検察当局におきましては、これに基づきまして、議決を踏まえ、適切に対処するものと承知しております。森友子君。 まあ今日は議決,議決書の、えー、用紙というものを私は今、ここに持ち合わせておりませんけれども、まあ、明らかに起訴しないのはおかしいと、えー、議決の内容を見れば、まあ、ほぼ起訴相当というような内容だったと思います、えー、そこで、えー、小川敏夫元法務大臣が出,し出,す、えー、出されました、指揮権発動。 この著書を私も読ませていただきました、この田代元検事の案件に関して、えー、その時の事実が赤裸々に書かれております、で委員長あの、えー、小川俊夫元法務大臣、今、この委員会にいらっしゃいますので、ぜひ私の方から少し質問をさせていただきたいと思いますけれども、許可をいただきたいと思います。うんとですね、今急にご発言ががあるんですが そのうちのご発言に答えるには、やはり理事会で,です、ね、きちっと参考人なら参考人という形であの、要求をしていただいて、了解を取るとか、何かそういう慣例に従うことをしないと、今、急にです、ね、ここで委員としてお見えになる先生にあの、ちょっと質問をしたいとおっしゃられても、委員長としては対応ができません。はい、森裕子君 あの私の過去いた委員会では、えーまあ、ここの出席の委員に対して、もちろん委員長に対しても質問できますし、この委員会の席にいる人には質問ができると思いますので、もし差し支えなければ、えー、答えていただきたいというふうに思いますけど、いかがですか。まあ、そのことも含めて、これは理事会で改めてあの、各党のご意見を参考にしてお答えをします。はいはい、委員長。 はい、森子小川俊夫元法務大臣に、私としてはこの本を書かれたあその、えー、動機といいますか、えー、その、まあ、事実関係について、少し確認をさせていただきたかったんですけれども、えー、またあの理事会の先生方のご理解も得たい。 ままたた質問をさせていただきますで、えー、この本文を引用させていただきたいと思いますけれども、えー、警察でも検察でも嘘の証拠を作り始めたら、誰に対しても自由に捜索し、逮捕することができるのだ、ある日突然強制捜査を受けて、社会的信用を奪われ、捏造された証拠によって有罪にされるかもしれないのである。 放送の一員として高い信用を受けている検事が、その信用を逆手に取って、虚偽の捜査資料を作り始めたらどうなるのか、虚偽の捜査報告書を作成して、検察審査会に送付したという行為は、検察の存在意義そのものを根底から覆す重大事犯なのであるとございます。えー、先般、小川委員ご自身も質問されたと思いますけれども、田代報告書はほとんどが作文、 虚偽これは明らかに記憶違いなのではないということは誰でも分かる内容なんですね。国民の皆さんが知ってるんです、これは。ネットで流出いたしましたから。で、これについて、検察はきちんとした捜査をし、そして、えー、きちんとした結論を出そうとしない。これを検察審査会に申し立てをされたという事案でございます。あの まあこの問題について私が質問すると、どうせ小沢のことだから、お前が小沢のためにやってんだろうというふうなご批判を、まあ、直接いただいたこともありますし、間接的にいただいたこともございます。しかし、そうではありません。捜査する側、今、本部に引用したとおり、捜査する側が証拠や捜査報告書を捏造すれば、何でもできるんです。これはひと事ではないんです。誰かのことだろうと。 いうふうにほっといたら、どんどん事態は悪くなるということで、えー、私はあの先ほどの有田委員の質問を聞いて、魚、え、住、ー、先生と一緒に、マルティン・ニーメラーの言葉を二人で思い返していたところなんです。私も少し引用させていただきますと、最初に彼らが共産主義者を弾圧したとき、私は抗議の声を上げなかった、なぜなら私は共産主義者ではなかった。 次に彼らによって社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は抗議の声を上げなかった。なぜなら私は社会主義者ではなかったから。彼らが労働組合員たちを攻撃したときも、私は抗議の声を上げなかった。なぜなら私は労働組合員ではなかったから。やがて彼らがユダダヤ人たちをどこかへ連れて行ったとき、やはり私は抗議の声を上げなかった。そして彼らが私の目の前に来たとき、 私のために抗議の声を上げる者は誰一人として残っていなかった大臣小川元法務大臣が指揮権発動ということを決意されるこれは当然のことだと思うんですね国民の代表として検察が自らを立しようとしない捜査する側が証拠や捜査報告書を捏造する 誰が見てもわかる内容ですよ理屈ではなく私は大臣としてきちんと検察当局に対して対応するように指導をしていただきたいというふうに思いますけれども大臣の明快なご答弁を頂戴したいと思います谷垣法務大臣、えー、この案件につきましてはあの先般警察審議会で 一つあの方針が出たわけですねで個別事件でございますから今、それについて私はあのお答えをするのは差し控えたいと思います、ただあ、今回のこの一連の事件で検察の信頼はきちっと回復しなければならない、それは当然のことだろうと思います、あの今までもあの検察の理念というものを新しく作成する、あるいはあの最高権に監察指導部を設ける。 というのをやってまいりましたしまた今取り調べの可視化等に新しい試みをしておりますそういったことを通じて必ず警察検察の再生を図っていかなきゃならないそのことはあの私の使命としてやらせていただきたいと思っております,ります森岩子君あいいですかはい時間なんで